ソーのしいたけクッキングあ、あ、バウンドしてたね。そうなあ、こうじゃあね、はい、今日もね、うん、バウンドするくらいね、弾む料理を作っていきたいと思いますよ。あ、そう、じゃあ俺いいことしたの。そう、やった。もうね、食べたらもうバウンドしたくなるくらいの美味しい料理を作っていきますよ。はい、うん、なんとね、今日はもう中華なんです。そしてもう言っちゃいますけど、餃子なんです。椎茸とひき肉の相性って抜群なんですよね、うん、だからね、もうそれをね、はい、活用しない手はないと思って。なるほど。そうだから、はい、今日は椎茸を使った水餃子をね、皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、このチャンネルではですね、椎茸農家ならではの椎茸を使った美味しいレシピを皆さんにね紹介していきたいと思っておりますので、ぜひですね、皆さんお見逃しすることなくチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあね、うん、いつものごとくね、はいはいはい、椎茸をね、うん、お願いしますよ、漁師さん。わかりました、漁師の椎茸ほぼタイム。新バージョン出た。ねね、どんどんやっぱ進化してないんだよね。でも今日は、うん、ちょっと初心に戻って、うん、最初の漁師の椎茸タイムを持ってこう。だよね、だよね、初心忘れるべからず。そう、はい、それでは、はい、行きたいと思います。はい、どれにしようかなこいつか、決めた、取れました。はい、じゃあね、はい、材料紹介をしていきたいと思います。ギリギリセーフ、ギリギリセーフ初心に帰った漁師、うん、の椎茸タイムで取ってもらった初心の椎茸を3個ですね今日はひき肉、これ豚ひき肉今日用意しました。豚ひき肉、はい、はい、こちら 130g ですね。 130g、 はい、はい、次餃子の皮、はい、16枚用意しました。はい、水餃子なので、うん、少し焼き餃子より厚めの皮用意してください。はい、はい、そうですね、うん、ネギ、はい、こちらね、今日は20センチほど、あと、はい、ニンニク一かけ、生姜一かけ、ニラですね、ニラは半束用意します。あと調味料はこちらです。はい、じゃあね、はい、早速ね、うん、材料を切っていきますよ。はい、はい、じゃあね、いつもの通り椎茸から。お、はい、椎茸は石突きの最先端、はい、1ミリだけカットしましょう。1ミリだけですよ皆さんね、1ミリ、このこういうのがね、ついてる、これね、うん、こういうのがついてる時あるんで、はい、こちらを切る感じです。なるほど。はい、あとはね、うん、椎茸は、はい、今日は全部この軸を落として、うん、はい、はい、あとはみじん切りにしていきます。はい、今日はみじん、はい、じゃあ、あの大きいボウルにね、あ、はい、はい、移していきます。大きなボウル、大きなボウル、はい、一番この世で大きなボウルに移していきたいと思います。このこのクッキングチャンネルで一番大きなボールね。で、ね、ね、間違えたの今。間違えた。間違えた。世の中に。そう。これちょっともう寄せといてください。寄せとけ。はい。寄せといて。この世で一番大きなボール。はい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 。次、長ネギをね、はい、みじん切りにしていきます。おーい。はい。はい、ネギはね、はい、こんな感じのみじん切りで OK です。うん、はい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 、じゃあね、次ですね、はい、ニンニクをですね、うん、こうやって剥いてね、少し潰してね、こんな感じでね、お、ニンニクはこうやって皮を剥いておきます。はい、はい、はい、じゃあ次ですね、はい、ニラを切りますよ。ニラは、うん、でもね、あんに使うわけではないんです。こんな感じで細かくニラは切っていきましょう。はい、じゃあね、はい、ニラはこんな感じで切ったら、あとはもうボウルに移しておいてください。はい、
はい、じゃあね、はい、お肉あんを作っていきます。はいはい、はい、まずね、うん、豚肉、こちら、はい、ひき肉ですね、豚ひき肉、豚ひき肉、はい、はい、僕の餃子は、はい、餃子を作り上げた時に、うん、お肉とスープがじゅわっと溢れ出てくる、うん、餃子を僕は好んでるんです。なるほど、小籠包みたいな、ね、小籠包的なね、うん、それを作りたいと思います。鶏ガラスープの素、はい、はい、うん、こちら大さじ1ですね。大さじ1こち加えて、はい、あとひき肉、はい、今日 130g なんですけども、うん、それより少し少ないぐらいのお水をですね、うん、ひき肉に少しずつねこう入れながら混ぜるんですよ、はい、こんな感じでね。これ一気に水を入れすぎると、うん、なんかゆるゆるになっちゃう時あるんで、ほうほうほう、こうやって少し混ぜながらですね、はい、結構ね皆さんこれ作っててちょっと思うかもしれないんですけど、うん、ゆるゆるじゃんみたいな、うんうん、なんかね、うん、そんな感じに思うかもしれないんですけど、うん、大丈夫です、僕が保証します。 130g のあのお肉には 100ml お水を入れても絶対大丈夫です、はい、こんな感じでね、うん、ほらこんな感じのね、うん、こんな感じになりましたよ、うん、はい、はい、そしたらですね、はい、はい、そちらにね、うん、この肉だねをねこんな感じで入れていきます。はい、はい、じゃあね、はい、じゃあ味付けしていきます。はい、はい、ニンニクをね、うん、まずね一かけぐらい、ニンニク一かけ、はい、すりおろしていきます。すりおろしです、うん、このニンニク少し大きいから、うん、今日半かけでも大丈夫かもしれない。うん、うん、ちょっと大きめのニンニクだったんで、これ次の料理に使いましょう。これはわかりました、はい、はい、あと生姜ですね、はい、こちらニンニクと同じ量、いいと思う。ニンニクと生姜は同量くらい入れてください。はい。はい、さっきニンニク半分でやめたので、生姜も半分でやめました。はい。あとですね、うん、こちらにね、下味をつけていきたいと思います。はい。塩コショウですね、大体1、2、3、4、5振りくらいですね。はい。はい。あと、ごま油。大さじ1。大さじ1。お醤油。はい。大さじ1。大さじ1。はい、味の素。味の素。はい。今日は、7振り、2、3、4、5、6振りですね。今、はい、絶対今、7入れてもよかったはずなんだけどな。いや、6振りです、今日は。6振り、あ、はい、分かりました、はい、はい、じゃあこちらをね、はい、こんな感じで混ぜていきます。はい、こんな感じでね、はい、あんは出来上がりましたので、はい、はい、あとはね、うん、皮に包んでいく楽しい工程をやっていきたいと思います。はい、はい、はい、じゃあね、はい、皮にね、はい、肉のあんをね、はい、包んでいきたいと思います。はい、はい、こちらね、普通にですね、うん、焼き餃子とかと一緒の作業ですね、うんうんうん、本当にこの端にね、お水をつけて、あとはですね肉だねを乗せてですね、うん、あとこうやってね、うん、包んでいくだけなんですよ。なんて簡単、簡単だよね、本当に。そしてなんて楽しい、ね、楽しい、本当にこの綺麗にこうやって包めるとすごい嬉しいもん ね、うん、ね、嬉しいわ、ね、でね、うん、この本当に肉汁とかが溢れ出さないようにですね、しっかりこうやって締めてくださいね、皆さん。しっかり、しいたけの出汁も流れ出ちゃうから、うん、ああなるほどね。そう、もうすべてを皮に閉じ込めたい、うん、はい、これをねしっかりね皆さん実践してください。はい、はい、じゃあね、はい、鍋にね、うん、お湯を入れてグツグツと沸騰させました。はい、こちらにね水餃子をね、はい、入れていきます。入れるだけですからね。入れるだけ。うん。もうね、細かいあの焼き作業とかはいらない。水餃子って簡単なんだよね。うん。強火でね。うん。ちゃんと沸騰させながらね。はい。茹でてください。はい。あとはこの水餃子が浮き上がってくるのを待ちます。うん、おお、はい。浮き上がったら
もう食べれる、茹で上がりましたよみたいな。ああ、なるほど。はい、まだ沈んでるでしょ。うん、じゃあこのまま茹でていきます。はいはい、はいはい、じゃあね、餃子をね、うん、茹でてる間にね、はい、タレ作ります。ほんと簡単なんで、これね、多分ね、見たことある。見たことある。見たことある。お、ニラを入れたボウルにね、はい、焼肉のタレをね、はい、大さじ2強ですね。2強、はい、あと、はい、お酢。お酢、はい、小さじ2くらいですね。はい、はい、ラー油ですね。はい、はい、1,2,3,4 滴くらいですね、うん、これお好みなんですけど、ラー油はね、うん、はい、あまりお子さんとかいる場合はラー油入れなくても全然これだけでも美味しいね、うん、はい、こちらでね、はい、タレはこのまま置いときます。はい、はい、そうこうしてる間にですね、はい、餃子がね、もう茹で上がりました。いい感じにね、はい、ちょっと今火止めて、ちょっともうほら浮いてきたでしょ、うん、で火止めて、このね、プクッとしてるじゃないですか。してます。こうなったらもう茹で上がった合図なんで、はい、これをすかさずね、うん、おー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 、あ、なんか一つあんが取れてる。あれ、まあ、こんな時もあるよね、うん、こんな感じですね。はい、はい、軽く水気を切って、うん、はい、こんな感じで、はい、 OK です。はい、じゃあ盛り付けていきます。はい、今日はね、もう豪快にね、お、このままね、ほうほうほう、このままこんな感じですね。おお、うまそうだね。うまそう、うまそう。そしたら、はい、ドバッとね、はい、盛り付けたこの熱々の餃子にね、お、このね、最初にニラをですね、はいはい、こんな感じで、この縁からね、はい、こんな感じでね、ドバッ、はい、美味しい。絶対美味しいやつだこれ、ね、あれ、またまたやりました。またやりました。またやりました。あ、すいません。もうね、おこぼし禁止ね。おこぼししちゃうね。うん、はい、じゃあね、はい、こちらでね、うん、椎茸入り水餃子の完成です。はい、完成です。はい、はい、出来上がりましたね。もうめっちゃ美味しそう、ね、熱々のうちに食べよう。ね、ね、食べたいね。はい、乾杯しましょう。いただきます。乾杯。お、いただきます。うまい。毎度美味しいわ。毎度美味しいね。じゃあ、いただきます。うん、うん、めっちゃうまい。いやー、これほんとうまいわ。存在感がすごい。しいたけの、しいたけ結構大きめに切ったからさ、うん、その分ちょっと包みづらかった感もあるけどね。あ、ちょっと若干ね、うん、でも食べるときに美味しい方がいいじゃん。ね、ね、すっごい美味しい。おー、しいたけ。じゃあ俺もいいっすか。うん、食べて。うん、じゃあいただきます。間違いなく美味しいだけ。スープ出てきてる。うん。あ、出てきてる、出てきてる。そうそう、出てきてる。ね。すごい出てきてる。椎茸の食感、うん、無駄にしない餃子だね。そうそう、そうだね。ね、うん、本当。本当にうまい。うん、椎茸のだし汁と、うん、肉汁と、はいはい、相まって。めちゃめちゃ口の中が芳醇な味わいになります、うん、その通り。ね、でも本当に美味しい。マジで、うん、美味しい、美味しい、ね、でも、ね、今まで食べた水餃子の中では、うん、世界一美味しい。やっとね、本当美味しいよね。美味しいね、うん、もうこのタレもいいんだよね、やっぱね。タレいい、この万能だれよ。普通の餃子につけて食べても美味しいからね。うん、あ、ね、そうか。そう、焼き餃子ってこと。そう、おー、だから美味しそう、美味しそう。このタレの最大の特徴は、うん、後ニラ、うん、シャキニラができるってことです。シャキニラがね、な
から。だから生のニラが好きな人はぜひねこのタレもね、うん、試していろんな料理にね、はい、つけて、うん、食べてみてください。はいはい。じゃあね、はい、こんな感じでですね、うん、楽しくね、うん、椎茸を使ったね、はい、料理を僕たちと一緒にね、はい、楽しんでいただければと思います。はい、僕たちと一緒にね、はい、楽しく椎茸を料理して美味しく食べて健康そして綺麗になっていきましょう。